1988年に公開された映画、隣のトトロを見たことがある人がほとんどだと思います。そんな国民的作品のトトロには、都市伝説が存在し、様々な考察、予想がなされてきました。本当はトトロは死神で、サツキとメイはすでに亡くなっている、などが有名で、実際は怖くて少し悲しい物語だというものですが、それは本当なのでしょうか。結論から言うと、私はトトロは優しい世界であると思います。よく言われる都市伝説は、作り話だと思っています。それでは、いくつか都市伝説と、その解説をしたいと思います。まず、隣のトトロは、公式の企画書によれば、見た人が幸せな気持ちになる作品、ということです。作品を通してみると、普通にハッピーエンドに見えます。トトロの都市伝説としての主軸は、メイが池で溺れて亡くなり、サツキはメイを探すために死後の世界の森をさまよい、母は結核により他界し、父親が一人残される、というところでしょうか。そもそも、トトロって何なのでしょうか。都市伝説では、トトロのモチーフは、トロール、という怪物で、小さな子供をさらう死神だとのことです。ここから、トトロに会ったら死んでしまうとなったのでしょう。ただ、トロールは、気に入った人間には幸運と富をもたらす、とも言われています。また、トトロの頭の葉っぱは、幸運のハートの葉っぱ、というもので、トトロは単純に幸せのお手伝いをしてくれたと感じます。次は、物語の後半から、サツキとメイの影が消えている、についてです。確かに影が消えているように見えます。これは、二人はすでにこの時に亡くなっているから、影がないのだと言われています。しかし本当のところは、影は意図的に消しているのだそう。トトロの美術監督は特に背景にこだわり、影を用いて時間の経過を表しているそうです。要は影がないのは、正午という真上に太陽があるから、影はない、ということです。では、カンタにはトトロが見えないのはなぜなのか。トトロはトロールで、色が近い人間には見えるから、という噂がありますが、ここでトロールの設定で、トロールは気に入った人間の前に現れるというものがあります。メイとサツキはトトロに気に入られて見えるようになったのではないでしょうか。カンタはトトロを信じておらず、気に入られなかったのではないのでしょうか。物語の途中で、メイがサツキと喧嘩をして行方不明になります。そして子供のサンダルが池から見つかったことにより、メイはトトロによって死後の世界に引きずり込まれたと言われています。しかし、実際は池にあったサンダルはメイのサンダルとは全くの別物だったのです。作中では、サツキが、これはメイのじゃない。と言っています。そして実はエンディングで、メイを探し回ったおばあちゃんとメイが抱き合うシーンがあります。さらに、タクシーで帰宅したお母さんにサツキとメイが駆け寄り、一緒にお風呂に入るシーンもあります。物語のラストで、サツキとメイは亡くなっているため、病院の母には会わなかったと考察されましたが、このエンディングと矛盾するのです。そして猫バスは、冥界への乗り物だと考察されていますが、これはこじつけだと思います。この映画は心温まるファンタジーということは、宮崎駿が言っています。トトロがバス停でバスを待つシーンがありますが、トトロのような生き物が住む世界です。その生き物が乗る乗り物はあってもおかしくありません。まだまだ都市伝説はあり、お地蔵さんに、メイの名前が刻まれている、というものがありますが、コマ送りで確認しても、書いてなかったようです。そして有名な、狭山事件をモチーフにしているというものがあります。トトロの舞台は埼玉県所沢市で、事件があったのは隣の狭山市です。事件は5月に起きており、行方不明の妹を姉が探すという、似ている点はあります。しかし、トトロは制作当初は、主人公の少女一人で始まっています。サツキとメイという二人体制にしたのは、二人いれば上映時間を長くできるし、内容も面白くなる、ということです。狭山はたまたま隣だっただけでした。また狭山事件において、姉が妹を探していたという事実はないのです。さらに狭山事件の被害者は四女であり、姉も兄もいます。強引に結びつけられた感があります。では、最後にサツキとメイがお母さんに会わなかったのはなぜなのでしょうか。この時には二人は亡くなっていて、会えなかった。だからお母さんは、今、サツキとメイが笑ったような気がしたの、と言ったとのことです。確かに、せっかくお母さんのところに行ったのなら、会えばいいのです。これは物語の中での二人の成長を描きたかったから会わなかったのではないのかなと思います。サツキとメイはお母さんの元気そうな姿を見て絶対に帰ってくると思った。それならばエンディングのお母さんとの再会のシーンとうまくつながるように感じます。要は感動シーンにしたかったのではないのでしょうか。こう見るとこのトトロという作品は家族の温かさ、二人の成長、それを手助けする不思議な生き物トトロの物語のように感じます。
噂は凄まじい勢いで広がります。確かにこの内容の都市伝説なら爆発的に有名になるのもわかります。しかし、この都市伝説は宮崎駿が公式に否定しています。スタジオジブリは、解釈は受けての自由、と言っていますが、このトトロに関しては例外で、しっかり否定をしました。では、ここからはトトロの裏話を紹介したいと思います。まずは、映画のポスターです。ポスターの時点では、サツキでもメイでもない少女が描かれています。これはなぜなのでしょうか？これは、制作段階では主人公の少女一人のストーリーだったからです。しかし、映画としての尺が短かったため、サツキとメイという二人体制に変更されたのです。結果として、姉妹の物語となりました。はじめにポスターのビジュアルを制作してしまったが、故に起こったことだったのです。ちなみにキャッチコピーは、忘れ物を届けに来ました、というものです。次は、影が途中からなくなった理由です。時間経過を表現するために影を利用していたというものもありますが、まだ理由があります。それは、影を描いていると公開日に間に合わなかったからです。監督によれば、人物の影を描くのはものすごく大変な作業だとのこと。表現としてこだわりたいが、こだわりすぎると映画が完成しないとのことで、結局手を抜いたとのこと。次は、お母さんの病気についてです。作品内では何の病気なのかが語られなかったが、おそらく結核です。舞台の、七国山、は結核患者を受け入れていた病院がありました。また、引っ越しした家も、周りに家はなくポツンと立っています。これは、結核患者のための家で、日当たりの良い作りになっています。次は、サツキの作る弁当です。中身は8割が白飯で、おかずは少なめです。これは昭和時代の食料事情を反映しており、宮崎駿が幼少期に作ってもらったお弁当がモデルと言われています。次は、トトロに出会ったメイのこのシーン。メイはトトロに、あなたは誰？真っ黒クロスケと話しかけます。この時のトトロは、ローと叫びます。これは、トトロが自己紹介しているシーンに見えますが、実はトトロは、眠いローと言っています。絵コンテにそう書かれています。単に寝ていたのを起こされたのでした。では、サツキの時は何と言ったのでしょうか。メイが行方不明になり、トトロどうしよう、と言い、トトロが叫ぶのですが、この時のトトロは、かわいい、と叫んでいたのです。これも絵コンテに書かれています。最後に、トトロそのものについてです。実はトトロは、もののけ姫、の、こだま、が進化した姿なのです。これは宮崎駿が、こだまが数百年後に耳が生えて、トトロに進化する、と紹介しています。これは驚きです。と、いろいろ紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。個人的に怖いという都市伝説的な見方も、また映画の楽しみ方かなと思います。裏設定に関しては、実際に私も驚くものばかりでした。確かに、不思議な雰囲気の映画です。様々な考察がなされるのも納得です。今一度、この、隣のトトロ、を見てみるのもいいかもしれませんね。では、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。